どうした、うん、聞いてないって何が、あれ早かったね、なんか無事終わった。何、あ、身長と体重どうだった。無事、いつも通りだったよ。ってそんなことより、どうしたの。ガチャガチャピンピン、ガチャピンチャンネルです。おはよう、スタッフさん。おはよう、ガチャピン。おはよう。あのさ、今日さ、ちょっとあの急で申し訳ないんだけど、あの撮影じゃなくてガチャピンにさ、あの健康診断行ってほしくて。なんで、何すんの、何されんの、痛いのやだよ。心の準備ってものがあるでしょ。いや大丈夫大丈夫、ちょっとさ、あのスタッフみんなで考えて、ガチャピン今年も YouTube 頑張ってるから、あの健康面もね、我々ちゃんとサポートしないとなと思って。それはとってもありがたいお話なんですけども、健康診断って何するの。それはまあなんかいろいろ測ったり、いろいろ検査したりとか。詳しく、なんだっけな、予約した内容、なんかあのまずあれだよ、あの身長と体重、身長と体重ね。あれは痛くないでしょ。いや痛くはないんだけどね、スタッフさん、ガチャピンスペース身長体重でググってみて。ググる？ちょっと待ってね、はい、ガチャピンスペース身長体重、あ、出てきた出てきた。そう、それそれなの、僕の身長と体重、それなの。え、いや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 、身長と体重はその前回から、前回測った時からどれぐらい成長してるかとか、それ変化を見るの。だからちゃんと毎年何回か測んないといけないの。いや詳しいことね、これちょっとね聞いて、あのね、悔しいことにこれ毎回その身長と体重なのだよ。だからもう測らなくてもいいの。いそういうこと、はい。そう言われるとちょっと困るんだけど、でもその今年は変化してるかもしれない。ちょっとガチャピンちょっと立ってみてよ。あれガチャピンちょっと伸びたんじゃない、身長。ほらちょっと大きくなったかも。ちょっと伸びてるよ。わかります、僕もそう思って毎回測ってみても変わらないんだよ、毎年。あのね、測定する時ってさ、毎年、去年よりどれくらい伸びてるかとか測っていただく方に言われるでしょ、去年より5センチも成長してますよとか言われる。もうね、去年と変わらないですよって言われるのが、なんかもう毎年これほら気まずいの、わかる。ね、ガチャピン、そういう悩みもあったんだね。もう悩みというか、ほら49年それだからね。はい、まあでも痛くないからさ、身長と体重は、大事なことと思ってもちゃんと測ろうよ。わかった、身長と体重ね。まああとは、あと何だったかな、あのレントゲンとかじゃない。あ、それもね、ググって出てくるよ、僕のお骨の写真。はい、だから見たことはある、知ってるけど、あのあれはレントゲンというか、その骨格でしょうか、ジャミーの。え、そうなの。レントゲンと多分違う、多分あのなんか骨格も見るけど、心臓とか肺とかさ、あのそういうのが健康かどうかとかもレントゲンは見るんじゃない。まあじゃあレントゲンは痛くないからいいでしょう。あとは、あとね、歯科検、やだ、歯医者さんはやだ。いや歯医者さんっていうか、その歯が健康かとか、いやちゃんと育ってるかとか調べる、歯科検診。痛いことはね、ないと思うよ。でもそれでさ、虫歯とか見つかったらどうなりますか。それは治療しないと。やだ、ほら痛いことするんじゃないかな。僕やだよ、健康診断行かないよ。いやいやいや、毎日ちゃんと歯磨きしてるなら大丈夫だよ。歯磨きはしているけども、まあ甘いものたくさん食べるからね、ガチャピン。ほらもう行かないよ絶対。ちょっとほら、そもそもスタッフさん見て、はい、これ見て、この歯、この真っ白で綺麗でしょ、ね、この真っ白で透き通るようなこちらの日本の前歯、なんと今なら検診の必要はございません。いやいや、そんなテレビショッピングみたいに言われても困る。とりあえず検診だけだから、今日は痛くない、今日は痛くないから、まあ検診だけなら。あとは、あとはね、あと多分そのいつも通りで、ちゃん
ちゃんと音聞こえるかっていう聴力検査とか、うん、あと視力検査とか、あと尿検査とかもあるのかな。聴力検査、はい、うん、痛くないね。視力検査、これも痛くない。あと尿検査、これも痛くない。まあ、いいでしょう。スタッフさんが僕の健康のためを思って予約してくれたんだもんね。もちろん。はい、よし、僕健康診断頑張ってくるよ。よかった、まあ、はい、無事終わったら美味しいものでも食べようよ。あ、本当、じゃあお寿司でお願いします。わかったわかった、じゃあいつものところで健康診断よろしくね。いってらっしゃい。わかりました、頑張ります。お寿司お寿司お寿司。ガチャピンチャンネル。聞いてない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 よ。どうしたどうした、うん、聞いてないって何が、あれ早かったね、なんか無事終わった。何、あ、身長と体重どうだった。無事、いつも通りだったよ、うん、って、そんなことより、どうしたの。採血があるなんて聞いてないよ。あー、確かに検査項目であった採血ね、血抜くの、うん、ごめんごめん、伝え忘れてたね、うん、無事採血はできたの。逃げ出してきました。じゃないよ、採血なんて聞いてないよ。もうガチャピンさん、次は採血ですよって言われた瞬間びっくりしたよ。鳥肌立っちゃって、こっちもね、心の準備ってものがあるじゃない。採血なんてスタッフさん言ってなかったから、僕もう病院飛び出してきたんだよ。ダメだよガチャピン、最後まで健康診断受けないと。痛いのは嫌です。あ、僕の代わりにスタッフさん行ってきてる。それは意味ないでしょ。とにかく痛いのは嫌だ。いや、そこをなんとかさ、ガチャピンが健康じゃないと YouTube も続けられなくなっちゃうしさ、ムックも悲しがっちゃうし、頼むよね、ね。ムック分かったよ。よしよしよし、そう来なくっちゃ、ほら採血頑張って頑張って、ガチャピンならできる、ほら、ガチャピンな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 らできるよ、できるよ。ガチャピンチャンネル。お、ガチャピンおかえり。採血もやって健康診断無事終わった？全部。うん、あの一つを除いてね。え、また逃げ出してきたの？ダメじゃない。今度は何？なんか痛そうなの他あったかな？うん、違うの。え？スタッフさん、今回項目にさ、MRI も入れたでしょ。あ、MRI ね、うん、入れた。もうガチャピンのさ、健康今回もしっかり調べたいからさ、MRI も入れた。え、どうしたの？あれ痛くないでしょ、MRI。入らなかった。入らなかった？どういうこと？入らなかったの。MRI って寝転がってあの丸い空洞に入って検査するでしょ。その丸い空洞が僕より全然小さくて、僕が寝転がった瞬間、看護師さんが、あれ、これ入らないですねってなって、ものすごい気まずい雰囲気になったんだから、僕もう検査室で恥ずかしくて仕方なかったんだよ。ガチャピン、いいんだ、なんかごめんね。いいだよ、もう僕が入らないってことは僕も入らないんだ、教えてあげないと。まあまあまあ、あの人生さ、そんなこともあるさ、まあ、そのうちガチャピンサイズの MRI も開発されるからさ、うん、まあ切り替えてもうお寿司食べに行こう。え、お寿司、え、いいの、やったー、お寿司行こう。回る、回らない、あ、回らないよね、スタッフさん、お給料日が近づかったんだもんね。え、あ、じゃあ行こう、はい、行きましょう、はい、行きますよ、行きますよ、はい、行きます。僕たちのグッズが発売中。概要欄をチェックですぞ。